ネドケラトプスは中世大白亜紀後期の北アメリカに生息した角竜類の植物食恐竜。名前は古代ギリシャ語で不十分な角の顔を意味し、三本角のケラトプス類の中でも花の上の角がないのが特徴である。かつては長年にわたりトリケラトプスの一種と考えられていた。リケラトプス、リケラトスと呼ばれたこともあった。ネドケラトプスは オスニエル・チャールズ・マーシュのケラトプス科学術論文の中で最初に記述された。マーシュは論文が完成する前の1899年に死去。その後、ジョンベル・ハッチャーがトリケラトプスの項目を完成しようとしたが、彼も論文を完成せぬまま1904年にこの世を去った。論文はリチャード・スワン・ルルに託された。ルルはハッチャーによる頭骨の記述を別々に公表し、 その中の保存状態の悪い頭骨の一つに、リケラトプスハッチェリと命名、1905年に学術論文を完成させた。リケラトプスの記載論文はハッチャーによって書かれており、単に学名を清し公表しただけで特性をすべて把握していなかったルルは、この恐竜の個性を病気によるものと判断していた。ルルは1933年までに、 トリケラトプスとは別属であるネドケラトプスについて再考し、それをトリケラトプスのア族に分類した。このトリケラトプスは T オブトゥスと比較して独自の属を提唱するに足るほどの才を持たないと考えたのである。保存状態の悪い頭骨はネドケラトプスが過去に生きていたことを示す唯一の化石である。それはハッチャーの所持していたトリケラトプスの頭骨と同様に 東ワイオミングで発見された。一見してトリケラトップスのものに似ているが、最近の研究においては明確な違いがある。トリケラトップスには存在する美角がネドケラトップスでは完全に消失しており、上眼角は後頭骨に対してほとんど垂直に伸びている。また、トリケラトップスの頭骨と比較すると平均よりわずかに長大であるのに、鼻面はやや短い。 決定的な相違点として、フリルにトリケラトップスにはない大きな穴が開いている。これらのうちのいくつかは、危険や病気によるものかもしれないが、大部分は遺伝形質と考えられる。ネドケラトップスがトリケラトップス、あるいはその最も近い族の直接の祖先であることを示唆していると考える研究者もいる。ネドケラトプスは、トリケラトプスから独立した族に分類し直された当初、 リケラトプスという名前だった。しかし、同じ俗名がこの恐竜が記載された1905年より、前の1868年にフェルスターによってマクシルに与えられていたため、2008年にオクタビオ・マテウスによってリケラトゥスという俗名に改名された。ところが、その後、リケラトプスにはすでにルールによって与えられたシノニム、ネドケラトプスが存在していたことが発覚し、 国際命名規約にのっとり現在の俗名に再び解明された。ありがとうございます。